はい、こんにちは。今回なんですけれども、今これ撮影してるのが金曜日で、明日から土曜日になるわけなんだけれども、このね、現在開催されているハロウィンのイベント、ハロウィンのイベント期間中は土日にのみ巨大なキノコがピクミンブルーム内で出現します。で、あのね、これね、かなりね、その意外とコメントで来てたんだけれども、巨大なキノコ見つかりませんってコメント結構来てたんですよ。で、そもそもこの巨大なキノコのその仕様をね、ちょっと説明していきます。まず巨大なキノコは土日にしか生えません。土日にしか生えないキノコです。だから平日に探しても見つからないことがほとんどです。ただね、その土日にしか生えないキノコなんだけれども、じゃあその日曜日に現れたキノコがその月曜日になった途端に消滅するのかって言ったら、消滅しません。叩かれなかったキノコに関しては、その仮に日曜日を越してしまったとしても、まあ、平日になった、月曜日になったとしても残り続けます。だ、そういった場合だったら月曜とか火曜でも巨大なキノコに入れる場合があります。だからね、結構ね、その地方に住んでいる方とかでも、その火曜日とか水曜でも見つかりましたって声がね、たまに来るんだけれども、まあそういった例はね、かなり稀だと思ってください。都心だとほぼありえないんで、その地方だったらまああるのかなって感じですかね。あとこれもね、結構あるあるなんですけれども、ピクミンブルームってそのアプリを開きっぱにしてずっと待機状態にしてると、マップがいつまでも古いまんまなんですよ。こまめにアプリを落としたり、タスクキルしたりとかしたりとか、あとはなんだろう、その花植えをつけたりとかね、まあそんな感じでマップのね、情報をこまめに更新しないと、マップの情報がいつまで経っても古くなっちゃうわけなんですよ。これどういうことかっていうと、あ、巨大なキノコが生えてると思ってずっとこれピクミンブルームのアプリ放置するじゃないですか。何もせずにこの状態つけっぱにするじゃないですか。で、例えばその日曜日になりました、日曜日というかその次の日になったのと、次の日になったから、よっしゃ巨大なキノコ入ったれと思って触ってみたら、その巨大なキノコじゃなくなってるみたいなことがあるわけなんですよ。これどういうことかっていうと、ピクミンブルームのそのアプリをタスクキルせずにこの開きっぱの状態にしてたから、その巨大なキノコにはもうすでにね、人が入っていたことに気づけずに、その自分のマップに映ってる巨大なキノコはもう誰かが入ってしまって、もう壊れているということになってるんですよ。こんな感じでそのアプリを開きっぱにしてると、今生えているキノコがもしかしたらすでに壊されているキノコかもしれないということがね、結構あります。だからね、なるべくその花植えもそうですね、花植えをするときと、あとキノコを確認するときは、そのアプリこんな感じで開きっぱにしない方がいいです。ちょくちょくアプリのタスクキルをやってください。そうすることで、そのちゃんとね、マップ上に生えているキノコなどをね、把握することができます。これアプリ開きっぱにしてると、そのビッグフラワーは他の人が咲かせていたりとか、他の人がキノコに入っていても自分の画面には表示されません。だからなるべくアプリをね、こまめにタスクキルしてください。で、まあね、ここまではまあ前置きとして、で、今回ね、その巨大なキノコなんで入った方がいいのかって話なんだけれども、巨大なキノコを入る目的ってもうほとんどキャンディーなんじゃないかな、みんな。はい、キャンディーというのはどういうことかと言いますと、ハロウィンキャンディーを集めようというお題が出てまして、このキャンディーを集めるとミーアイテムと引き換えることができます。お題7まで進めると、全てのミーアイテムをコンプリートすることができます。で、このね、キャンディーね、巨大なキノコを叩かないとね、全然たまりません。普通サイズのキノコをちまちま叩いてもなかなかたまらないから、このミーアイテム狙っている方はね、巨大なキノコに入り続けてください。で、ちょっと前にね、動画にはしてないんだけれども、コミュニティ欄に、このミーアイテムですね、もらえる順番というものをね、出しました。こんな感じです。で、特に人気なのは5番目の猫耳と、あと6番目の翼ですね。この2つがかなり人気っぽくて、で、このね、翼と猫耳をね、もらうまでに、いくつキャンディーを集めればいいのかって話をさせていただきます。猫耳を狙っている方は、キャンディを5000個集める必要があります。このイベント期間中にキャンディを何個集めたかっていう、まあそっちで数えた方がまあ分かりやすいかな。そうですね。そっちで行こうか。このイベント期間中にキャンディを5000個集めたら、猫耳をゲットすることができます。で、お次は翼ですね。翼に関しては、キャンディをね、7000個集めればゲットできます。累計で7000。で、最後のカボチャですね。このカボチャに関しては、累計で9000個飴を集める必要があります。で、お題7をクリアするために必要な飴の数は2000個ということですね。だから最後まで進めるってなったら、飴が9000もいるから相当大変ですよね。で、
ここでねちょっとねよく皆さん考えてほしいんだけれども、この最後のかぼちゃいりますかって話なんですよ。これ仮に手に入れたとして使いますかって話ですよね。このかぼちゃ絶対使わないわって思ってる方だったら、お題7をね諦めてもいいと思います。僕個人としてはお題5、とりあえず猫耳を目標にやろうとか、まあ、そんな感じで自分のね目標設定をしてください。お題5の猫耳まで進めるのにアメガ5000個累計必要だから、で自分は今何個稼いだからみたいな感じで、そう逆算してください。そんな感じで自分が狙っているミニアイテムまで進めようみたいな形で、まあ遊ぶとねかなり遊びやすくなるんじゃないかなとは思います。ちなみにお題7をクリアしてもお題8、9、10、11と現れてきて、そのお題8、9、10、11、12、13みたいな感じで金の苗がもらえるんだけれども、ここに入っている金の苗は必ずお菓子ピクミンになります。ということで今回この辺で以上とさせていただこうかなと思います。それじゃあありがとうございました。